はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、まあ、そうじゃない方も、まあ、もしかしたら今後の生き方にヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ちょっと久しぶりの更新になってしまったんですけど、まあ、今回は音の芸術サウンドアートの解説考察していきたいなと思います。はい、平尾さん、サウンドアート、それよりなんか久しぶりじゃない？そうですね。まあ、諸事情ありまして。あ、本当ですか？はいはい。じゃあ久しぶりにね、今日やっていきましょう。そうですね、申し訳なかったですけど、まあ、ちょっと久しぶりの更新ということで。どうです、サウンドアート？サウンドアート結構ね、見に行ってはいるんですけど。はいはい、そうですね。ただなんか改めてサウンドアートって何って言われると、確かにね、ちょっとよくわからない。あー、確かにね、わかりにくいとこ、あるかもしれないですね。あとね、今回この話やるっていうので、思ったのが、サウンドアートと実験音楽の違いとかちょっとよくわかんない。ああ、確かに。確かに確かに、なんかそういうところとかね、話していけたらいいのかなと。はい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 。ちょっと思いましたけど。まあね、なんかサウンドアートって言われて、まあ、ピンとくる方もいれば、まあ、何それっていう方もいると思いますが、まあ、とりあえず、じゃあ解説まずやっていきましょうか。まあ、サウンドアートっていうのは、音が主要な要素となっている作品を指します。まあ、それか、聞くことを主題にした作品を指すこともあります。まあ、ただ例外的に、まあ、聞くことを想起させるような作品も含まれることがあります。まあ、音だけの要素じゃないっていうことですね。で、まあ、音楽との違いを言うと、まあ、起伏とかね、楽譜とか、まあ、再現性を拠り所にしてないところが挙げられます。まあ、なので、譜面に起こしてね、演奏するものでもないし、まあ、むしろその場で起こってる出来事としての音であると。まあ、またはこう、音以外の、さっき言ったように要素と複合的な体験を伴うような、まあ、例えば周りの環境であったりとか、まあ、もっとビジュアル、まあ、光であったりとか、まあ、そういうものと一緒に体験するものだということになっています。で、まあ、いつ頃から使われ始めたのかっていう話をしますと、まあ、サウンドアートという言葉が使われ始めたのは、まあ、1980年代。まあ、一応この音楽家のダン・ランダさんという方が使い始めたとされてるんですけど、まあ、それ以前に、まあ、作品の説明であったりとか、まあ、論文みたいなものに、まあ、しばしばサウンドアートっていう言葉が使われてたので、まあ、もしかしたらランダーさんが使い始めたっていうわけではないのかもしれない。まあ、諸説あります。どっちかっていうと後からくくった感あるんですけど、まあ、80年代以前にもね、こう、サウンドアートに分類できる作品が存在していて、まあ、どこが出発点かを定義づけるのはちょっと困難なところあるんですけど、まあ、おそらく20世紀初頭の未来派の騒音音楽ではないかと思われます。まあ、起源をたどると2つから派生したものとされています。まあ、美術、視覚芸術、もう一つはまあ純粋に音楽の方から派生したものに分けられます。まあ、それぞれ特徴が見られて、まあ、音楽から派生したものに関しては、まあ、視覚的、物理的要素を強調するものが多く、楽器、楽譜、レコードなどを主題とする作品が多くあります。まあ、創作楽器だったりとか、まあ、図形楽譜とか、まあ、そういうもんですね。で、美術からの派生の方は、まあ、既存のこう視覚芸術に音という新しい要素を付加したものが多い。まあ、インスタレーションであったりとか、まあ、音響彫刻、まあ、後で説明しますが、そういうものが含まれるんですけど、まあ、表現形態としては多岐にわたっています。じゃあ、まあ、具体的にどんなものがあるのか見ていきましょうか。まあ、ノイズ、まず。20世紀初頭のイタリア、未来派のルイジ・ルストロによって作られた騒音楽器、イントナル・モーリなどが、まあ、代表作ですね。まあ、これ今まで意識されなかった雑音を聞くことによって音楽の概念を広げようとした試みで、まあ、後のデジタル音響の、まあ、エラー音やグリッチにつながっているとされています。まあ、ジョン・ケージの4分33秒と、まあ、その後に出てきた動きをちょっと説明すると、まあ、1952年に、まあ、ジョン・ケージが作曲した4分33秒っていう曲なんですけど、まあ、この曲ね、第1楽章33秒、第2楽章2分40秒、第3楽章1分20秒からなる、この3楽章構成からなってる曲なんですけど、まあ、その全てがこの休符のみとなっていて、まあ、つまり演奏者は何も音を奏でることはないという作品なんですけど、まあ、いろいろとね、この作品に関してはこう議論されている作品なので、まあ、ちょっと一概にこうだと、まあ、断定できないもの、部分があるんですけど、まあ、これ奏者が何も音を奏でること、はなくても、まあ、絶えず、周囲に音は鳴っており、存在するという、こう、絶対的な静寂など不可能であると。まあ、そういうことを暴いた作品になっています。まあ、これはね、後に、まあ、音、静寂、騒音、作曲、演奏、まあ、主張の仕方、まあ、聞くこと、まあ、それ自体の、まあ、問題提起に繋がったと、されています。で、まあ、この作品のね、この作品以降の、
まあ一部の音楽家にとっては、まあこの作品をどう乗り越えるかっていうのが、まあ一つの大きな課題となりました。で、後に出てきたのがこの実験音楽を代表する作家の一人であるアルヴィン・ルシエ。まあこの方はまあ数々の実験音楽、まあサウンドパフォーマンスなどが、まあちょっと芸術としてまあ高く評価された方なんですけど、主にもう1965年に始まる、まあライブエレクトロニクスであったりとか、まあ70年代のサイン波を使った作品、まあテクノロジーをね、こう駆使した概念的で、まあ空間的な作品を発表していきます。またね、こう振動に焦点を当てたインスタレーションなど、まあこう多くの作品を作っていくんですけど、まあこのジョン・ケージから繋がって、まあこういう方たちが結構出てくるんですね。まあ音響彫刻っていうのがあるんですけど、まあ音響彫刻っていうのは、まあ自ら、まあ音を発するような彫刻で、もしくは作品自体を叩いたり、まあすることで、こう音を発生させる、まあ彫刻のことを指すんですけど、まあこれは1950年代に、まあ、このフランスの彫刻家、ジャン・ティンゲリーさんっていうのが、こう、ギネティックアート。まあ、動く彫刻なんですけど、これ。まあ、動くことで音を発する彫刻を作りまして、まあ、それとか、まあ、パッシェ兄弟っていうのがいるんですけど、まあ、こう、作品自体を叩いたりね、することで、こう、楽器的機能を持った、こう、彫刻作品が出てくるんですね。音響彫刻って言われるゆえんっていうのは、まあ、この素材や形態が、まあ、音と同意に扱われるっていうことと、まあ、特徴として、結構、まあ、野外に設置されることが多く、まあ、自然の力を利用した作品には、音の響きや場所の持つ意味や神秘性を感じさせるものがあります。フィールドレコーディング。フィールドレコーディングも、まあ、広い意味では、まあ、サウンドアートに含まれることがあります。まあ、フィールドレコーディングは、まあ、本来は、まあ、研究やね、調査目的で行われていた現地録音なんですけど、まあ、近年では環境音それ自体を素材として、まあ、音響作品や、またでこうね、新たな手法として、使われるようになってきています。まあこれ、始まりどっかっていうと、まあ1930年、まあ音楽やこう会話にリズミカルな物音をね、こうコラージュした、バルタール・ルットマンさんっていうのがこうラジオ作品を作ったんですけど、まあそれとかね、48年には、まあ1948年には、まあシェフールがミュージックコンクレート、まあ発表して、まあミュージックコンクレートちょっと動画あるんで、まあちょっと詳しくはそっち見ていただきたいんですけど、まあそれとかね、まあ40年代、50年代になると、まあこう英国録音協会が、フィールドレコーディングの中止を本格化しまして、まあ、48年にはこう、モーゼス・アッシュによって、まあ、設立された、フォークウェイレコーズ、まあ、世界中のあらゆる場所から、まあ、音を収集してね、音とか音楽をこう、録音して、この音の文書化を目指すっていう活動とかするんですけど、まあ、あとはね、まあ、70年代、ロジャー・ペインが、まあ、レコード、セミクジラの歌っていうのを出しまして、まあ、これが100万枚の売り上げを上げたりしています。まあ、あとはまあ、サウンドスケープの提唱者、マリー・シェファーは、まあ、環境、まあ、音環境と人間の関係性に注目したいと、ちょっとミュージックコンクレートとは異なる視点で、フィールドレコーディングを捉えたりしています。まあ、現在でもね、様々な作品が生み出されているのが、まあ、フィールドレコーディングっていうものです。メディアっていうのが、まあ、ありまして、まあ、これはね、ちょっと記録としてのメディアとは、若干異なる意味で、新しい表現が生まれています。まあ、こう、レコードとか、CD などを記録に使うのではなく、まあ、それ自体がある出来事を生じさせる作品が登場します。まあ、ポール・デマニリスは、まあ、光とコンピューターを使った音や肉体、電気とか、火とか、水を使った音作りなどを行ったり、まあ、クリスチャン・マクレーはパフォーマンス、コラージュ・インスタレーション、写真・ビデオなど、まあ、メディアを通じて音の視覚化を行いました。まあ、ちょっとクリスチャン・マクレーは、ちなみにスクラッチ奏法のパイオニアの一人と言われています。まあ、ヒップホップの文脈とはちょっと違う、あれなんですけど、まあまたね、こう日本のトネさんはね、CD にこう意図的に傷をつけて、こう歪みを生み出すなど、まあこうメディア自体を使った新たな表現手法を試みました。サウンドインスタレーション。まあサウンドインスタレーションっていうのは、まあ音を空間的に提示する表現形式を指しまして、まあ音それ自体を、まあ、映像や造形物など、音以外の要素が用いられる場合もあるし、または音のみが提示される場合もあります。まあ特徴としてまあ一般的な音楽とは違い、こう一定フォークのね、こう直線上の時間による展開を持たないことが挙げられるんですけど、まあ代表作家はまあカールセン・ニコライ、まあ音楽好きの人はアルバノートって言った方がいいかな。まああの周波数のね、変異がこう水面に模様を、パターンを描くようなね、まあそういう作品、音によってこうなんか事象を発生させる。まあそんな作品とかが結構あります。はい。ざっくり説明したんですけど、ざっくりっていうかもうすごい幅広く言ったね。あのね、ここもサウンドアートくくりなんだな、みたいな。そうそうそう。
いや、なんかちょっと最初に言ったように、うん、まあやっぱ結構なんかこう大々的に使われ始めたのが、やっぱ80年代で。定義づけられたのがってことだよね。そう、定義づけられたのがまあ80年代なんだけど、うん、割ともうそれ以前から、まあそう思わせるような作品っていうのは生まれてたっていう。うんうん、まあだいぶ後からくくった感があるんで、結構幅広い感じだ。まああとね、やっぱり結構音楽家が積極的にそっちの方向に行ってるっていうか、うん、やってるっていうか、はいはいはい、まあそういう意味も含めて、音楽のジャンルでも、ちょっとサウンドアートだよね、みたいなことに後々なってったっていうことなんだけど、だからね、結構ね、一概にサウンドアートって何ですかって言われた時、あ、こうだっていうのはなかなかちょっと言いにくいんですけど。確かに。なんか今だとね、この最後に出てきたサウンドインスタレーションの、うん、この部門がサウンドアートかな、みたいな。ところ。そうですね。はい。あるけど。はい。でも、フルクサスとかがやってるのもね、サウンドアートだと思うんですよ。うん。だから、結構パフォーマンスに近いものも、そう言われてたりとか、うん、とかだったりとか、まあなんかその、よく結構創作楽器とか、あるじゃないですか。うん、まあ、ああいうのも、まあサウンドアートのくくりに入るのかなっていう部分もあったりとか。うん、確かにね、うん、その、ルストロの作った、あの、イントラルモーリとかはね、うん。なんかそんな感じだもん。うん。うん。まあ一つなんかと言うとやっぱなんかその音っていうこうたった一つの要素を通じて、まあちょっと若干こう知覚させるようなこと、こう意識させるような作品のことを指すのかなと思うんですけど。ここに出てこなかったけど建築とかもそうだよね。ああ、うん。まあここまで広くくくるんだったら多分音響建築とかも、まあ、サウンドアートの要素みたいなのは、なるほど、なるほど。ある。あると言っていいと思うんだよね。ちょっとでもなんか、どうしようかなと思って、そこの音響建築の。まあそこまで詳しくないんだけど、割となんか、この辺から派生系じゃないかなと、俺はちょっと思ったんだけど、あれは。考え方としてはあるよね。ああ、考え方としてはある、全然。だいぶなんか、アートっていうより、ちょっとデザインの方に落とし込んだ感はあるけどね。音響建築の方になると。なんかこの、今、バーっと泉が説明してくれた中では、うんやっぱさっき言ったようにね、冒頭で言ったように、実験音楽とサウンドアートの違いみたいなの、うん、まあ一緒になったと思うんだよね。うん。うん。一緒に紹介されたと思う。多分ジョン・ケージのやつとかは、実験音楽の類だと思うんだけど、まあここの差みたいなのもね、結構なんかその、うん、考えるべきところなのかなと思ったりするんですけどね。ただ、多分この辺がこう、一緒になってるのって、やっぱアートって、まあ、うちらの動画ではよく言ってますけど、うん、価値の変容だと思ってるわけですよ。うん。うん。でも実験音楽も、やっぱそこだと思うんだよね、うん。やってることっていうのは。だからまあ、アートって言ってもいいのかなっていうところはあるとは思うんだけど。うん。その辺どうですか？なかなか難しい質問なんだけど。まあ、単純に俺が思ったのは、音楽っていう形にすると、やっぱ音楽なのかなと。まあ、それを例えば、うん、まあアートの形式みたいなものに乗せてね、例えばギャラリーで展示するとか。うんまあ、そんぐらいの違いしかないのかなって。まあそうやると、ちょっとアートになるよっていう。だけっていう可能性もあるなと思って。確かにね、友達とかに、サウンドアートってどういうことなのって聞かれると、うん、サウンドアートと音楽の違いって何とか、例えば聞かれたとしたら、うんうん俺は演奏者がいるかいないかみたいな答えじゃん。音楽は演奏者いるじゃんみたいな。で、サウンドアートは展示だよとか言っちゃうんだけど、まあ、今の泉のこう、バーっとね、説明みたいなのを聞くと、やっぱパフォーマンスみたいなのも、サウンドアートに入るんだな、みたいな、うん。そうなってくると、その演奏者がいるかいないかとか、うん、展示するかしないかだよみたいなのっていうのは、ちょっと違うなとも思うね。うん。でもざっくり言うと多分そんな感じだと思うんだよ。アートは展示。サウンドアートだったら、うん、まあ、展示してるもの。うんまあ、実験音楽っていうのはまあ、こう、音楽であって、演奏者がいるよね、みたいな。うん、なんかそんな感じで、本当にざっくり言っちゃうとそんな風に言っちゃう感じがするんですけど。だからなんか、まあ、ちょっと、こじつけ的な部分はあるかもしれないんですけど、コンサートですって言ってパフォーマンスするのと、うん、展示ですとか、アート表現ですって言って、パフォーマンスをするのでは、結構受け取り方と多分変わってくると思う。相手にどう受け取ってほしいかっていうところで考えるときに、まあこれただの言葉だけなんですけど、うん、まあその程度の違いしかないよ。
まあ、受け取り手がどう聞くかっていうのと、うん、まあ、じゃあ、アートとして聞いたときには、まあ、何かしらの気づきがあったりとか、まあ、そういうものがあると。まあ、ただ、純粋に音楽として楽しめちゃうものも、サウンド、アートとは呼べなくもない。結構難しいんですけど、その、ね、多分なんか、ただの言葉の発信の仕方の違いかなっていう、だけしかちょっと違いは感じられないんですけど。泉さん的に言うと、まあ、実験音楽とかサウンドアートとかっていう言葉っていうのは、まあ、そんな重要じゃないっていうことですか？そうですね。そう、どう発信するかだけの話かなっていう、部分でしかないかな。まあ、ただ言うと、まあ、展示されてるものだったりとか、まあ、割とこう、アートの文脈に載せたりとか、まあ、そういうもののことを指したりすることもあるよっていう、だけの話かな。サウンドアートに関しては、なんか、どっちかっていうと、やっぱ、社会性な気づきっていうよりは今まであったよね。あの、要はシュールレアリスムとか、うん。ああいうものっていうよりは、もうなんか単純にこう、音のあり方、自分たちの周りにある常に。割と軽視されがちじゃないですか。まあそういうところにかなりっていうかまあ、フォーカスしたもので、別になんかその、そこになんかその概念のこう破壊であったりとか、うん、まあそういう的なものはなんかちょっと結構二次的なものなのかな。別にそれを目指してるわけじゃないっていう。単純にその音っていうものにすごい音を考えようみたいな、音にこう対するアプローチなのかなっていうのはちょっと感じましたけどね。まあそこが結構面白くて、そのアートとして提示されたものがこう新しい音楽のまあ手法であったりとか、まあそういうものを生み出してって、還元し合ってこうぐるぐる回ってるみたいな構造が出来上がってるっていうのが結構面白いかなと思ったんですけど。サウンドアートってやっぱね、音ってどういったものなのかって考えるきっかけにすごいなると思ってて、うん、空間において音っていうのをまあどう知覚させるかみたいな、うん、なんかそういうのが結構重要なのかな、うん、そうそう思うんですよね。楽譜に起こせたりとかしないようなものが多いんだと思うんだよ、うん、だからそこにこうテクノロジーとかが加わってきて、うん、まあこうこのなんか立体音響とかね、うん、そう新しいテクノロジーによって作り出されるようなものは、うん、その後またそういった表現とは別のところで利用されていくような。あ、そうですね。まあ、はい。まあ、いろいろ社会に還元されたりとかしてると思うんで。まあ、テクノロジーを使ったものに関しては、まあ、そこも、まあ、注目するべき点かなとは思います。一番のところは、音って何だろうかみたいな。あ、こう、音にね、すごいフォーカスするようになるというか。うん、だからフィールドレコーディングとかもそういうところある。で、まあ、体験とかしてみるとね、フィールドレコーディングをやってみると。うん、そういうことするとやっぱ、音に対する認識みたいなの結構変わると思う。いや、まあ確かにね、こう、フィールドレコーディングに関してはね、やるようになって。だいぶその中で、この環境音みたいなものはなんかその、昔より全然意識して聞くようになりましたよ。うん、それは全然なんか音なんて気にしたこともなかったんで。気にしたことないってことは実はないんだけどね。気にしてるんだけど気づいてないみたいな状態なんですよ。まあ、聞いてはいるんだけどね。うん、なんか、その、なんか、あまりその 100% 意識を向けてるわけではないっていう。なんか、気づいちゃうと、あ、よく考えてみればそうだったな、みたいなことがすごい音って多いと思う、ね。うん。だから、こう、目で見てるような感じになってくるっていうか、音が。視覚に映るものっていうのはもう分かりやすいというか、あ、見えてるから当然なんだけど。ああ。音も似たような感じになってくるよね。うん。こういうサウンドアートだったりとか、そのフィールドレコーディングとかね、うん。なんかそういうのにこう、触れ始めるとさ、だんだんその音っていう、のをしっかりと認識するというか、見えるようになってくるというか、視覚みたいに、うん、音がね。そういうなんか、そういう意味で変容みたいなのが起きてるんじゃないかなと思うので、サウンドアートね、面白いし興味深いジャンルだなと。なるほどね。確かに。まあなんかその音の視覚化っていうのはなんか、インスタレーションで見られたりとか、映像を使ったりとかね、して、まあ、わかりやすく。まあ、やっぱ視覚っていうのはやっぱ強いんだよ。ああ、そうそう。だから視覚と組み合わせるのは結局そういうことだよね。視覚と組み合わせることによって、音の動きみたいなのも、わかりやすくね。あ、でもな、結局体感型っていうのが結構多いのかな。っていうのもなんか、一つの特徴として挙げられるかな。結構体感を伴うっていう。まあ、面白いよね。自然を使ってもいいし、テクノロジーを使ってもいいし。まあ個人的には自然を使ったような作品のが好きなんですけど、まあそういうものがあったりと。まあそれがね、まあなんか、うちらが普段、皆さんが聴いてるね、音楽に
実は還元されてたりとか、まあそういうところとか見てったりすると、まあサウンドアート面白いのかなと思いました。はい、今日はサウンドアートについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。どうでしょうね、まあ、なかなか面白いジャンルだと思うんで、まあね、見たことない方、まあ一度体験してもいいのかなと思います。サウンドアートの話なんかいろんな人呼んでやりたい、いろんな人の意見聞いてみたい。ああ、そうですね、うん、なかなかこう音楽として話すのかアートとして話すのかでも、なんか同じ作品を捉えた時全然違って解釈ができたりとかするかもしれないんで、ほとんどね、捉え方っていうのはね、本当に興味が、まあまあ当然なんだけど、フィードレコーディングとかやったりとか音響作品作ってる人間なんで、はい、まあ、当然そこに興味があるからやってるっていうことだなので、うん、まあ、興味があるのは当たり前なんだけど、うん、まあ、本当にね、なんか改めて面白いなと思うんですよね、うん、こういう話すると、うん、なんでね、まあ、これからもちょっと今日ね、もしかしたらね、いろいろね、話足りてねえなっていうことがあるかもしれないんで。それはね、毎回思うんですよ。そうそう。またちょっとね、はい、ちょいちょい機会作ってね、こういった話はしていきたいと思いますよ。うん。うん、あとやっぱなんかね、こうね、視覚的に見せられないっていうところがちょっとね、うん、なかなかうまく説明できたかなっていう部分がちょっと不安な部分はあるんですけど、うん、まあ、YouTube とかでもね、展示の様子とか、動画上がってたりするんで、うん、まあ、もしよかったら、まあ、本当は行って体感するのが、絶対一番いいんですけど、まあざっとこういうもんなのかなっていうのは見れるんで、まあぜひね、見ていただけたらと思います。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信してます。まあよかったらチャンネル登録、まあ動画への高評価とか、まあコメントいただいて、まあ応援いただいたら励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。